70? Yeah, Joe has 70 today. 皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。つい昨日も最近よくコラボをしているアンさんと動画を撮ってて、そのバスケを使った英語動画をね、撮ってきたんですけど、もうそのバスケや NBA を用いて英語を極めていくっていうのは、このチャンネルの名物企画にしたいと思ってるんで、もうその英語に興味がある方、もしくは英語を極めていきたい方、もう本当に楽しみにしていてください。自分も日本の学校で英語を勉強していたから、すごくわかるんですけど、そのやり方や方法を間違えちゃったら、もう簡単にその英語に対する関心がね、なくなっちゃうんですよね。それはその This is a pen から入っていってもね、何も面白そうじゃないですもんね。でもそこにね、自分の大好きなバスケや NBA が絡んできたら、またその英語に対する見方もね、変わってくるから、このチャンネルではみんながその NBA を通して前向きに英語を極めてきたらいいなと思っています。というわけで今回なんですが、いやー本日はね、ビッグマンがエグかったですね。そしてその中のまず一人が、バックスのヤニス・アデトクンポ。彼は今回31得点、17リバウンド、10アシスト、3スティール、2ブロックの活躍でチームもピストンズに勝利。そして普通だったらね、これだけのスタッツを残してトリプルダブルも取っていたこのヤニスがね、一番のスポットライトを浴びるんでしょうけど、今回は全然ね、まあそんな感じではなくて、っていうのは他の選手たちが凄すぎたから。というわけで次の選手は、ホーネッツと対戦をしていたウルブスのカール・アンソニー・タウンズ。彼のスタッツが本当に今回はエグくて、まず彼はハーフタイムの時点で43点も取ってました。そして最終的なスタッツも本当にやばくて、まずはシュート、フリースローに関しては14本中10本の成功で、スリーポイントが15本中10本成功。そしてフィールドゴールの成功本数としては35本中21本成功で、なんとトータルで今回は62得点。そしてアシスト2本とリバウンド8本だったんですけど、惜しくもチームはホーネッツを相手に3点差で敗戦。いやーまあこれで勝っていたらね、最高だったんでしょうけど、まあそんなに簡単にはね、いかないということですね。でもさっきも話した通り、彼は今回フィールドゴールが20本以上、そしてスリーポイントもフリースローも2桁の10本だったんですけど、これは NBA の歴史で見ても初めての出来事。だからこんなパフォーマンスをされていたらね、さっきのヤニスのパフォーマンスが霞んじゃうのもね、わかりますよね。ですが今回はさらにこのカール・アンソニー・タウンズよりもやばいやつがいて、それはセブンティシクサーズのジョエル・エンビード。彼はこの度あのスパーズのスーパールーキー、ビクター・ウェンバヤマと対戦をするということで、かなり注目を集めていたんですけど、なんと最終的に彼は70得点も取ったということで、その内訳としてはフィールドゴールは41本中24本成功、そしてスリーポイントが2本中1本で、そしてフリースローが23本中21本。まあタウンズと比べるとそんなにスリーポイントが決まってなくてっていうか打ってなくて、でもその一方でフリースローが23本中21本ということで、ここがね大きかったですね。しかもそれ以外でも18リバウンド、5アシスト、1スティール、1ブロックでチームもスパーズに勝利。でも今回負けたこのスパーズのビクター・ウェンバンヤマも結構というかかなり活躍をしていて、シュートに関しては2本のスリーポイントを含む19本中10本成功の33得点、7リバウンド、2アシスト、2ブロック。そして本来だったらね、この数字もめちゃめちゃすごいんですけど、やはりエンビードの数字がすごすぎるから霞んじゃいますよね。まあだから今日は本当にビッグマンがね、NBA 界を支配していたんですけど、この点に関してはあのケビン・デュラントも話していて、I seen Cat have 40 at half. I mean, the skill level in this league is insane, and actually the coaching, the schemes on offense is insane. You're seeing so many different sets being run for bigs to get threes. I mean, coaches are being way more creative to put their best players in great positions to get those numbers. And you got shooters all around the floor. You got penetrators. I mean, this is the peak of basketball, in my opinion. You're seeing it with guys doing. Man, come on, man. Our bigs. We got bigs in the league getting 70 and 60, making 9, 10 threes, shooting pull-up jump shot. I mean, it's insane what we got going on.
いやもう本当に世はまさにビッグマンの時代というか、だってこれは少なくとも10年前とか20年前の NBA では考えられませんでしたもんね。っていうのは近年のビッグマンは、まあ今日は試合はありませんでしたが、あの OKC のホルムグレンや、そして今回のウェンバンヤマのようにちゃんとハンドリングもあって、そして今回のエンビードやヨキッチ、そしてタウンズ、あるいはシェン軍のようにシュートも上手くて、もちろんパスもできて、しかもフットワークもめちゃめちゃ上手い。もうこんなタイプのビッグマンなんて2000年代とかあるいは90年代とかいましたっけ？っていうのは当時のビッグマンはあのシャックやベン・ウォーレスのようにもうその力があってインサイドを支配してるっていうイメージが強かったんですけど、明らかにその当時のビッグマンのイメージから今は全然ね変わってきてますよね。そして KD が言ってる通り、その選手たちのレベルアップ、もしくはそのシュート力の向上、あとはコーチ陣のねレベルアップなど、その辺もね影響している可能性は大きいんですけど、あとはやはりルールのところもね大きいですよね。っていうのは近年はそのシュートに対しても笛が吹きやすくなっていますし、そしてもちろんハンドチェックも禁止されてるんで、そのあたりもねやはり大きいんじゃないかと思います。でもだからといってでこれがすごくないとかそういった話ではなくて、もう本当にこれは単純にすごいんですけど、ただ昔と比べると点を取りやすいっていう傾向はあるんじゃないかと思います。でも本日は先ほどコメントを残していたケビン・デュラントもね大活躍で、今回クラッチシュートも決めていた彼は3ポイント6本含むシュートを32本中16本成功の43得点8アシスト6リバウンド1スティール2ブロックだから、今日という日はねこのケビン・デュラントも含めて爆発した選手が本当に多かったですね。てな感じで今日はたくさんの選手たちがね活躍していたんですが、皆さんはどのパフォーマンスが一番気になりましたか？コメント欄で教えてください。というわけで今回のダンクマントークもその NBA の英語実況を理解するための英語コーナーということで、今回見ていくフレーズはこちら。 Should the Spurs foul? Should Miami go for the three right away?Should Spurs foul? Should Miami go for the three right away? というわけで順番に見ていきますと、まずは両方の文の頭についている should、 これは何々をすべきとかそういった時に使いますけど、これが頭に来ることによってで、その疑問形になるから何々をすべきかと、そういった話ですよね。だから次にスパーズが来てファール、ファールって来てるから、スパーズはファールをすべきか。そして次が should Miami、 ここではこの対戦チームのマイアミが主語、 go for the three、 この three っていうのは3ポイント、よって3ポイントを打つっていうことで、次の right away がすぐにっていうこと、よってすべてつなげるとマイアミはすぐに3ポイントを打つべきか。だからここですべてをつなげるとスパーズはファールをすべきか、もしくはマイアミはすぐに3ポイントを打つべきか。というわけで今回は以上なんですが、この前もねアンさんとある動画を作ってて、日本のバスケで使われている英語の言い方っていうか発音にね着目して見ていったんですけど、例えばそのねボールを持ってもう一回つくことをね日本語ではダブルドリブルと言いますよね。そしてもちろんこれは英語なんですけど、このダブルドリブルっていうこんな感じの発音で現地で言っていても全くその通じるわけはなくて、だからこれはダブルドリブルなんですけど、この前はこういったところに着目してその英語の動画をね作っていったんで、これも今後はショートとしてインスタグラムや TikTok でもね上げていくと思うんですけど、興味がある方はねこれらの SNS もフォローしてみてください。はい、てな感じで今回は以上ですが、この動画も楽しんでくれた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。